米中関係ですけども、なんか歩み寄りがあるのかなと、アメリカの高官がね中国に行ったりなんかしてましたからね、どうなのかなと思っていましたけど、結局は、米対中対話路線に限界と、しかも中国気候を外交カード化するというですね、まあ、ちょっと見ていきましょう、ケリーアメリカ大統領特使は19日訪問先の北京で中国側と環境分野で協議を続けることで合意したと強調した。アメリカ政府は過去1ヶ月、ブリンケン国務長官、イエレン財務長官、ケリー氏の派遣で意思疎通の回復に努めた。だが中国は軍事経済両面でむしろ威圧を強めている。対話の継続以外に明確なゴールを書いた対中姿勢の限界が浮き彫りになってきた。ですからこの米中関係がこう悪化しているのに対して中国がこうビクビクしながら対応しているんじゃなくて、いやどちらかというとアメリカの方がどうしようどうしようみたいな感じでですね、このまま突っ張れるわけにもいかないし、関係改善しないといけないって言ってアメリカが焦ってるような感じがしますね。ですからアメリカの高官は立て続けに3人も行った。しかもキッシンジャーまで連れ出してきてね、100歳ですよ100歳、反日親中のね、キッシンジャーが行ってましたよね。そんな風にしてですね、アメリカはもうガンガン高官とか著名人を送り込んでるんですけども、じゃあ中国が逆に派遣してるかというと、全く、派遣、していないわけでして、それでまあ中国は経済軍事でもうガンガン行ってますからね。ですからもうちょっと当然限界を感じるということになってこようかと思います。そこでですね、このケリー大統領特使が行った時に気候変動に関する話題だったわけですけども、まあ私はね、あの二酸化炭素の排出が気候変動の原因だという説を取っていませんですけれども、まあ、世界ではねそのように考えられてますので、それで、まあ、中国との気候問題でね話し合いをつけようとしたんですけれども、中国が気候問題を外交カードとして使い始めているというんですね。はい、ちょっと読んでいきましょう。中国の近平政権はアメリカに対して気候変動分野での協力をちらつかせつつ、アメリカ側の求めに応じて一方的に譲歩することを拒否する構えを改めて鮮明にした。近平は17から18日に北京で開かれた全国生態環境保全大会で演説し、温室効果ガスの削減目標について、目標達成への道筋や方式などは我々自身が決める、他人に左右されることは決してないと訴えた。近平政権は気候変動協力をアメリカに対する外交カードとして活用する構え。中国共産党機関紙人民日報系の環球時報は19日の社説で、気候変動協力について砂漠のオアシスとして独立して存在することはできず、中米関係の大局と密接に関係すると指摘。台湾の副総統が8月に外交関係のある南米パラグアイを訪問するのに合わせてアメリカを経由することを取り上げ、中米の気候変動協力に影響を与えるに違いないと強調したというわけですね。大体ですね、この気候問題を外交的な、まあ、政治的カードとして利用すること自体がですね、まあまあ中国だったら、中国政府だったらやりそうだなと思うことですね。ほらかつて北京オリンピックの時もね、環境五輪だとか言ってたわけですよ。やってることは開会式で雨が降ったら嫌だから、そういう物質を、含んだロケットをバンバン打ち上げて、文字通り運算無償してそれで無理やり晴れさせたというですね、まあ、毎回私この話題が出ると言ってることなんですけども、まあそうやってね、科学技術の推移を用いてね、もう強引に晴れさせないと晴れないような、ですから習近平政権というのはですね、天は味方していないと思うんですね。ところが日本の場合は天皇陛下がお出ましになれば必ず晴れるわけですからね。まあアマテラスオミカミのね、巫女ですから、それは当然なわけですけどもね、環境環境と言いながら、実は裏でやってることはそういうめちゃくちゃなことをやって強引にね晴れさせるとか、そういうことになってるわけですからね。だから中国が言う環境というのは、自分たちのメンツを保つとか、自分たちの一党独裁の体制を保つとかね、そういうことのために使えるカードの一枚というだけでね、なので別に環境をなんとかしなきゃなんていうのは梅雨ほどにも思ってないわけですよ。もし本当にね環境が重要だということであれば、それはもう政治的な思惑関係なしにね、各国が話し合いをして、うちここまで努力するからお宅もここまで努力しなみたいな感じでね、お互い詰めていくわけですよね。でも中国はそのやり方も努力目標も全部自分たちが決めるんだと、他国のね言いなりにはならんと、わざわざ近平自身が演説してるわけですからね。もう梅雨ほどにも思ってないということです。あらゆるもの自分たちの一党独裁、
そしてこの金平については終身でね国家主席ができるというですね、まあそれを目指して何でもするというところに落ちているわけなんですね。金平は金平である意味頭いいんですよ。大体気候変動が云々とか意味ないと、まあ、中国としてはそんなもの本気でやる必要もないと思ってるということ、これは物事の本質を見抜いてますよ。大体世界で議論されている環境保全、脱炭素とか言って、じゃあなんか水素エネルギーをとかね、いろいろ言ってますけども、余計環境に悪いだろうっていうね。ガソリン車はね排ガスが出るから、じゃあ電気自動車でって言ったらね、じゃあ電気どこで作ってんだったら火力発電所で作ってるわけですからね、だから走ってる車から排気ガスが出ない分、発電所から排気ガス出てるわけですから、ですから地球規模の環境って考えた時に、まあ、世界が進めようとしている環境対策というのはほとんど間違ってますよ、だから中国としては本気に取り組む必要はないわけです。政治的に利用できるんだったら利用するというだけの話ですからね。というわけで、ある意味中国は分かってんですよ、そういうの全部。ずるいですよね。日本もそうやって欲しかったですよ。ああ、確かに重要ですよね。脱炭素を日本もやりますって言って、いや、今一生懸命やってるので、ちょっと時間くださいとか言いながら、ずるずるいけばいいんですから。次、アメリカの選挙で共和党が勝ったら、脱炭素終わりますからね。だってトランプなんて、大統領になった途端、パリ協定から脱退しましたからね。多分、次共和党が勝ったら、アメリカは、いや、もう脱炭素は意味ないって言うでしょうね。そしたら終わるんですよ。こんな不安定なところに、何兆円もう毎年突っ込んでる日本はマジでバカですよ。もうここは中国を見習いましょう。体裁を保つために重要ですねって言いながらやってるふりをするというね。ここは中国のこの老獪なね。だって本当に気候を悪くしてると確信してるんだったら、まあまあしょうがないかなと思うかもしれませんけど、実際脱炭素なんか全く意味がないですから。というわけで、中国は気候のことは何とも思ってないということ、ある意味頭いいということですね。本質を見抜いてるというね、まあ、そういう嗅覚は彼らめちゃくちゃ強いですからね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。